はい、どうもサノッチでございます。はい、本日はですね、大阪府門真市に来ております。門真市の幸福町というところに来ておりましてですね、ちょっと知り合いの配信者で、ミラクル静香さんというね、配信もやられて、ご自分でお店もやられてるという方の紹介で、こちらの方にやってまいりました。はい、焼き鳥味長さんでございますね。なんかもう見るからに老舗っぽくてね、もう結構長くやられてるそうなんでね。でこちらの方で今日焼き鳥をいただくんですが、ちょっとね、珍しい焼き鳥が置いてあるということなので楽しみにしております。では早速行ってみましょう。はい、ありがとうございます。おー、すごい、うまそう。トサカから。この辺めっちゃトサカっぽいな。じゃあいただきます。あ、なんか軟骨に近い感じなんですね。なあ、なるほど。おいしい。おいしい。こちらがね、わさび刻み節でございます。いただきます。おお、結構きますね。あ、でも美味しいっす。合う、めちゃくちゃ合う。もうダメダメになってる美味しい。効く、これは。で次はじゃあタレの方いきましょうね。じゃあこちらもいただきます。あー、おお、これ俺大好きだわ。確かこれ、はい、つなぎの部分とはまた別なんですか。つなぎの部分なんですけど。あ、はい、なるほど。じゃあ好きだ、俺つなぎ大好きなんですよ、僕。1本で7分ぐらい使う。取れないんですね。おいしい。いや、これビール飲みたくなるな。あ、おいしい。続きまして、こちらの方をいただきたいと思います。いただきます。卵のね、甘みというか、またこのタレがね、美味しい。本当にこのタレ美味しい。甘みのあるタレで、これ何本も食べたくなるね。おすすめのね、ちょっとラスト、ネギマでございます。いただきます。あ、これビール飲めないの、これもう地獄やね、これ。続いてですね、鶏の湯引きだそうです。ね、ネギが具だくさんですごいな。おいしそう。ほら、おいしそう。じゃあいただきます。鶏本来の甘みと塩コショウのごま油のいいバランスで、めちゃくちゃ美味しい。ビール飲めないのきついですね。はーい。あ、こちらがスズメですか。イエーイ、初めて食べるわ。これ要は2羽ってことです。なるほど、もう鳥の形しておりますね。じゃあスズメの方いただいていきたいと思います。初めてだ。スズメを食べてるちょっと罪悪感もありながらでも結構お肉がしっかりしてて、骨の噛み応えもちょうど噛み砕ける柔らかさで、でも美味しいですね。タレとよく合う。よく見るとちょっとちゃんと形が分かってしまうので、すごい噛み応えは、うまい。はい、お尻、腸、鎖骨。はい、
コツから。だいぶ身にはやっぱ近い感じはするな。これが腸だそうです。いただきます。これうまいっすね。もつのトロみたいな感じ。あ、これ美味しい。でこちらがお尻の部分ですね。お尻の油、なんか高級中華に使われるものらしいです。うわー、やっぱりそのぼんじりよりもさらに柔らかくて甘い甘めの脂がガッと出てきますね。これもうまい。もう希少部位も美味しいね。うまいうまい。はーい、ありがとうございます。うわー、すごーい、めっちゃでかい。でこちらの方ね、一本つけていただきたいと思います。うわー、揚げたてだから美味しそう。うまい。いただきます。うん、おいしい。中めっちゃジューシー。ほら、みずみずしい。うん、これうまっ。チーズインナー、やっぱり焼き鳥の方からね、行きましょう。まずハツ、いただきます。うん、あ、大好き大好き。あ、こんなあっという間ね。うん、どんどん行くよ。はい、つくね。あ、柔らかっ、ふわふわ。うん、おいしい。うん、なんなんだろう、生姜すごい効いてる、生姜。うん、うまっ。糸巻きです。いただきます。うわ、え、大将、このしそ巻きのこの部位なんです？セセリです。あ、セセリなんですね。めちゃくちゃ柔らかい。うまっ。うん、うまい。まずは皮から。うん、パリ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 だけど、皮の特徴のクチュッとした部分もあって、うん、何本でもいけるね。間違いなくビール。うん、うまい。次は軟骨、うまそう。いただきます。うん、やっぱ鶏がいいから柔らかくて、鶏自体の旨味だけでもいけそうな。あ、うまいなこれ。うん、いただきます。うん、あ、全部うまい。チーズインナー、やーい。サルさん、はいはい。これなんかすごい、ちょっと待って、ちょっと待って、 まずはちょっとそのまま行かして。うん、これなんか手に入んないらしい。なになになに。チーズインナー、いただきます。うん、本当ここにね、ビールがないのが信じられない。うん、え、何？なんか龍の絵描いてあるよ。おかしいじゃん、なんか注射器みたいになってるよ。え？ああ、
絶対これ赤いやつだろ、これこれこんなにかけて大丈夫だったのかな。いただきます。違う、なんだよ、どんな感じやねんそれ。いや海外のマヨネーズピリ辛マヨネーズ。マヨネーズ、それ先に教えて。激辛でねえパーっていうリアクションをしようかなと思ったら普通に美味しい。鶏チャーハン来たー。米だ米だ米だー。おーわ、ちょっと見てこの鶏スープ、なんかいい油浮いとるで。これはうまい、絶対うまい。いきます。あー、しっとり系のチャーハンで味付けがもう抜群に合う。いいね、鶏チャーハン。市内とかね、うん、あ、そうですね、市内じゃないと思う、だって調べてもらえるのかな。市内じゃない、おいってさっぱり系のチャーハンだね。海力屋っていうのも海力屋も似てますよね。僕はもう海力屋が海力屋一緒やな。ごま油かな。なんか中華系のスープなんだけど、私これ、はい、ごま油ですか。ですよね。先ほどの湯引きから出汁を取ったスープでございます。あー、いい出汁が効いてる、美味しい。これは進むわ。はい、今ね一通りいただいたんですけども、どうやらこのお店の味長さんの裏メニューがあるらしくて、ちょっとそちらをね出していただけるということなので、ちょっといただいてみたいと思います。はい、ありがとうございます。おー、こっち、わーすごい。はい、じゃあこちらがね味長さんの裏メニューの焼き鳥サンドです。早速いただいていきたいと思います。あのね、パンを焼き鳥のね焼いてる炭の上で焼いてたんですよ。じゃあいただきます。うまい。イメージしやすいのはやっぱ照り焼きかな。うん、だけどこの焼いた香ばしいパンの香りと柔らかい鶏とキャベツとこのマヨネーズのこのハーモニーがね最高。これこれこのいくらでも食べれるのこれね。うん、ペロッといっちゃいますね。あー、ごちそうさまです。こちらでね一通りの、メニューをいただきました。もう全部ほんと美味しくて、ぜひね近場に来られた方はごちそうさんにね来ていただければと思います。それではごちそうさまです。ありがとうございます。いやー、食べた、堪能した、堪能した。いやー、もうほんとにね出てくるもの全部美味しくて、鶏を丸々買ってきてるんで希少部位とかまあいろいろね、ほんとメニューが豊富で本当に楽しめた。はい、あの大阪府の門真市幸福町にある味長さん、ぜひね、お近くに来た方は来てみてください。ね、ほんと美味しかった、ありがとうございます。それからですね、チャンネル登録と高評価ね、見て楽しめた方はよろしくお願いします。その皆さん、さのっちでした。チャオ、バイバイ、お疲れー。